始まりました。魚屋の森ハプツルマルシ店、今日もよろしくお願いします。今日はですね、皆さんプライドフィッシュをご紹介する回です。ということで今日のプライドフィッシュは和歌山県のプライドフィッシュをご紹介していきます。で、今皆さん分かりますか？この反射しちゃって多分画面が白く輝いちゃってるんですけど、これはね、もう仕方ないんですよ。今日すごいんですよ。どうやっても無理だったね。さっきみんなで本当濃い1時間ぐらいねライトの調整とかしたんですけど、この人の威力がすごすぎて、じゃじゃん、和歌山県の銀鱗の太刀という名前で、プライドフィッシュには紹介されている太刀をですね、すごくない？これちょっと見てください。カメラ様、太刀のね、この表面の金色はマニキュアのラメとかの素材にも使われる、こう光沢が本当に美しいものなんですね。で、鱗は全くついてなくて、その銀色のこれですね、ピカピカのこれで身を守っていると。タチウオだとこの5本指からだとドラゴンタチウオって言って、すごくこう肉厚で美味しいよっていうぐらい。今日わかるかな、これ多分指5本以上あるの。私のね、足やだ、なんかやだ乗せてみようかなと思ったけど、ちょっと比較できないからね。で、これなんでこんなに大きいかっていうと、ここお腹ね、タプタプしてるんですが、多分赤ちゃん、子供、卵が入ってます。タチウオの旬は一応その夏の時期と言われてるんですけど、タチウオは年中ね、こう脂が乗って美味しいお魚なんですよ。ただその産卵時期にこう浅瀬に上がってきて、でこう取れやすいっていうところもあって、夏が旬と言われています。今日ね、紀伊水道のこの和歌山から来てるタチウオは、あの栄養成分がすごく豊富で小魚が多い場所なんですね。なのですっごい美味しいです。楽しみです。ということで調理していきます。今日はね、タチウオの串焼きをかなちゃんと取り合いながら食べたいと思います。やっほーということで、まずさばいていきます。頭取ります。こんだけ大きいとさ、硬いよね。うわ、いいね。すごい。欲しい壁に飾るね、うん、わ、いたいたいた、ほら卵。これね、煮ると美味しいよね。焼いてもいいし、いっぱい、もう旬ノリノリですね。じゃあ今日サイズ大きくって、ちょっとまな板にねはみ出ちゃうので、3等分ぐらいにしておろしていきます。で、こっちが尻尾の方で、ここお腹の部分、やっぱりこの辺って脂がのって美味しいですよね。で、尻尾の方はね、細長くなっているので、今日はこれもね、調理方法、ぴったりの調理方法がありますので、紹介していこうと思います。おろしがいがあるな。大きいとそうだね。真っ白、綺麗。はい、じゃあ全部おりましたね。すごい肉厚、見てこれ、私の小指ぐらいある。タチウオって可食部がね少ない薄っぺらいお魚なので、結構こうブツブツって聞いて塩焼きにすること多いと思うんですけど、これだけ立派なタチウオなので、今日はねちゃんとおろしてお料理にしていこうと思いますよ。よし、やりました。じゃあ今から今日は創作節を作っていきます。タチウオので、シンプルに塩焼きもちょっと私大好きなので楽しみたいなと思って、塩焼きの節とタチウオのかば焼き節を1本、でもう1個この尻尾の方ってここ食べ応えがないので、単純に焼いちゃうのはもったいないので、ここはね、巻いちゃうの？で、中にちょっといろいろ入れながら巻いて、こっちはね、揚げの串にしたいなと思ってます。わーい、いいでしょう。何食べたい？全部ですよね。とりあえず一口サイズに切りますね、タチウオ。何巻いちゃうの？夏らしくさっぱり大葉。イエーイ、大葉。それから梅肉。梅肉テンション大丈夫ですか？夏仕様にしてます。最高潮ですね、うん、
で今日タチウオがこっちの方大きいので大葉ここに1枚置いちゃいます。で下の方はね細長いので半分に切ってこんな感じで、これみんなポイントだと思います。普通に今そのまま2枚重ねようと思ったよ、あなたはね、うん、めんどくさがりだから。でもこうするといいベストオブ視聴者です、ね、もうなんかもらえますか、銀の盾みたいなやつ、あの銀のスプーン取ってもらっていいですか。あ、すいません。じゃあここに梅を、梅肉を入れていきます。尻尾の方に入れるとね失敗しちゃうので上の方にここちょっと開けてね、あの概要欄にレシピ書いてありますのでそちらご覧ください。力あーかわいいかわいい、うわ最高。逆側でもいいんだけどね、銀を外にしても、うんうん、でもなんか今日銀色が綺麗だから綺麗よ、綺麗よ、いいわよすごく。ちょっとおねえみたいになっちゃった。結構ねタチウオってあの身が柔らかいんですよ、ふわっとしててね、だから串刺しするときとか2本刺した方がいいかもしれない。こんな感じ。じゃあ衣つけていきますね。その卵のお皿なんかさ完全にそこら辺にあったやつでしょ、うちのお店の子供用の。かわいいでしょ、びっくりしちゃった、うん、かわいい。ただちょっと間違えたのにつけにくい。あ、すごい美味しそう。次はこっちのお腹の身の方ね、うちは肉厚なのでこのまま刺して焼いていきます。銀のところをね上にしたいのでこっちを上にして、あ、忘れてたよね今ね。ネギマにしようと思います。なんだっけそれ何になる、ネギマ、ネギマ、ネギマって間の間じゃない、ネギとマグロのネギマかと思ってた。そうだね、マグロじゃない、ネギマ鍋はそうだよね。すいません、あのいいですか、はい、それ私用の串ですよね。私タチネギタチネギタチまで言ってもらえるとちょっと一口目がタチから行きたくて、なんかじゃあ私も刺そうか、そんな気にしないで。なんで食べさせてそしたらからかば焼き1個足りなくなるからね、私計算して切ってんだ。で次はかば焼きにしていきます。かば焼きの方はねこの身を上にすると美味しそうに見えるので身の方を上にしていきます。これちょっとかわいそうすぎない、食べる人がね、誰が食べるか知らんけど。そういうとこ好きだわ姉ちゃん。喜んでる、怖いな。よし、じゃあ焼いていきましょう。じゃあ焼いていきます。皮目から、ちちち、あー、カナのでかすぎて乗らない、迷惑だな。そこをなんとかお願いしますよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、ギリギリ、このさすが。でこっちかば焼きよ。でこっちは塩焼きにするので軽く塩振ります。おいしそう、ふっくら身が、ちょっと金串がすごい幅取ってこっちのかば焼きが焼けない。そんなさ横の幅関係なくない、ね、縦でしょ、私が問題にされて横関係ないから言わせてもらうけど。そうだね。じゃあ揚げていきます。忙しいのよこっち、かなこっち見てて、あ、いい感じ、よし、おー、ふっくらしてる、あ、大丈夫かな、ちょっとわたわた。かば焼きの方タレ塗っていきます。揚げ物大丈夫ですか先生、はい、先生揚げ物大丈夫ですか。ちょっと待って、今日こっちもついてるからさ熱いのよ。揚げなんですけど180度で時間が多分、今1分半くらい、2分くらいか。そうだね、3分くらいかな。揚げ時間巻いてあるのに足りなければレンジアップとかで中の方しっかり火通してもらえればいいかなと思います。一応今日は3分目処に揚げます。揚がります、揚がりました、美味しそう。
ちゃくちゃいい。塩焼きがむちゃくちゃいい。なんか焼き鳥のおじさんがさ、こうやって飲みながら焼いてるの意味が分かった。むちゃくちゃ美味しいこれ。それ丸だったら最高じゃん。ほんと早く飲みましょうこれ。うわーすごい。これ見て、タチオみたいな長いお皿に盛ってみました。ふぅ完成。やったー。和歌山のプライドフィッシュ、銀鱗のタチオを使ったタチウオ3兄弟完成です。やっほー、やっほーい。食べよう、早く食べよう、熱いうちに食べよう。まる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 で食べよう。はい、では早速いただいていきましょう。これはもう映えすぎてませんか？映えてる。何が一番素晴らしいって器のチョイスです。やっぱそうですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあご褒美。ありがとうございます。いいですか？もうすいません。じゃあ和歌山のフライドフィッシュをいただいていきます。いただきます。それで乾杯。乾杯。プライドフィッシュ。みんな覚えた？そろそろプライドフィッシュが何か。ちゃんとあの概要欄から自分の県のプライドフィッシュ調べてくださいね。うん、みんなそれコメントで言って。あ、そこから当てよ。うん。あなたはどの県か。どっちがどっちでしょうか。はい。タチウオの塩焼きって私本当に一番好きかもしれない。いただきます。いただきます。うん。あ、すっごい美味しい。ネギも甘くて、タチウオの身がこんなふわふわだったっけと思わせてくれるね。やっぱこれ大きいタチウオならではだね。うん、さすがプライドフィッシュ。これちなみに3兄弟の兄、長男でいいですか？うん、そう言うとどうなっちゃう？次の三男。やっぱり長男は真面目。次食べよ。次男、うん、すっごい美味しそう。いただきます。本当に美味しいね。うん、本当に美味しい。やっぱり次男はちょっと兄に負けじと個性を出してきてるね。そうなるとちょっと後が大丈夫。もう三男は超アレジメント加えてくれる。俺三男だぜみたいなの来ちゃうけど、まあちょっと置いとこうか。あのタチウオって結構パサつくイメージね、皆さん言う方いるんですけど、やっぱりね、調理の仕方とかこう素材の掛け合わせでそのふっくらに変わるんですよ、パサつきが。ふっくら、あとやっぱりこの鮮度がいいとか、こう油のりがいいとかね、いいタチウオ使ってもらうとね、全然違いますね。さあ三男、三男はね、さらにアレンジでタルタルもつけて食べられますので、え、このままいってみる。まず、うん、梅の味がきっと、でもちょっと私これ結構魅力的だな、見た目が。うまい。梅とシソを連れて戦いに挑んできたね。うん、こちらのニーズに合わせてきてくれてる感じ。夏でちょっとさっぱりしたいじゃん。こういうの好きでしょ、どうですかっていう感じのね。提案力がすごい。なんか愛おしいね、タチウオが。愛おしいよ、タチウオ。美味しくないこれ。本当に後ろ、これ三男の何がすごいって、今回のタチウオ尻尾の方なのにぐるぐる巻かれてるから一番肉厚感が楽しめるのよ。ふわふわ感がね、うん、やっぱこういう揚げ物とさ、丸の相性もいいね。これ本当美味しくない？あ、ちょっと私びっくりしてんだけど、和歌山のプライドフィッシュ銀鱗のタチ、かっこいいな。和歌山って感じだね。今日も丸が進みました、おかげさまで。
プライドフィッシュ、和歌山のプライドをね、今日は目にもの見せてくれました。いやちょっと和歌山行きたくなっちゃうね、タチを取りに、うん、行こうよそういうノリで行くやつまあいつか行きたいな、うん、ね、コロナ落ち着いたら、うん、ということで今日はプライドフィッシュ、和歌山県の銀鱗のタチを紹介してみました。ということで今日のレシピは概要欄からチェックいただけますので、ぜひそちらも見てください。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。ということでバイバイ。